はい、こんにちは。5、6年生の教室です。6月の課題、今回6月締め切り日は一応言っときます。締め切り日は8月の7月10日。そう、私がここでちゃんと言っとくとね、自分でね忘れないでちゃんといられるので、はい、ちょっと言ってみました。5、6年生はまだそんなに難しくはないですが、ポイントとしてはやっぱり漢字とひらがなの大きさにちょっと注目してください。ちょっと拡大しますね。今ね書いたばっかりなんですよ、このお手本。昨日届いたので今ね夜届いてね急いでちょっとやりました。まず駅前の大通りはというところですね。中心線を引いてありますので、参考にしてください。でこちらもちょっと引いてみますけど、馬という字の書き順は大丈夫でしょうか。これ1、2、縦が先ですね。で、ここよりこんな感じで来るといいです。だからこれがあんまり長くてこういう風に出るよりもかぶせてくるぐらいの方が綺麗ですね。で位置関係としたらこちらが長くて次短くなってるぐらいがいいです。なぜかというと全部上がって長さは一緒ぐらいでいいんですよ。ちょっと変な跡ついちゃった。1、2でしょ、ここからのこう上がるので、そう、上がるっていうことはここ短くしとかないと突き出ちゃいますよね。さっきぐらい短くしといてこのぐらいな感じで収まります。ちょっとね鉛筆がまたちょっと丸くなっちゃったけど、ちょっととりあえずこのまま行ってみましょう。で 1、2、3、4、 だんだん上がっていくような感じにして、でこちら側ほらここもそうですね、少しなんですけどこっちの方が長くて下が短くなってます。これここにキュッと起筆入れてこういう風にするのでここくっつきますね。ここが長すぎると同じ長さにしちゃってたらこれがねぶつかってしまいます。こういうところ真ん中の白い部分が綺麗な形ができるように考えながら、これ習字でをやってると結構分かってきたりするので、毛筆の経験ってね結構こういうところに生かされます。駅前、そう、みんなは私が書いた手本をこういう風にね合わせて書けば、隣にほら置いて書けば絶対ずれることはないんですけど、手本がない場合ね、ない場合っていうのは何でもいいんですけど、こう横にほらこう線があったと時には線のどの辺かなっていう風に、あ、この辺でここがのが切ってたらいいんだなとか、そういう風にちゃんと考えながらやりますっていうことは引きながら見ないと分かんないですよね。ここの字ばっかり見てたらダメってことですよ。全体を見といてこのバランスをちゃんと自分で考えるっていうところ。で1行目が書き終わればだいたい2行目はこの字のまあ、この辺かなとかそういう感じでねやっていけるので、1行目ってねやっぱ大事なんですけど、はい、みんなはお手本ちゃんとね、だから隣に置きましょう。遠くに置いてるとやっぱ違うんですよ、ちょっとねちょっとずれてくるので、まあ、すぐ近く、もし折れるならこういうところギリギリまで折っちゃってみるのが一番いいです。はい、前回の動画がねだいぶ長くなっちゃって5、6年生本当申し訳なかったので今日サクサクいきたいですね。駅前です。前っていう字はここ1点目、縦上からこの立てるっていうのがポイントです。寝ちゃいけません。でここ長いですよね、ギュッと長くして、長いっていうことはこっち向きにこうやって反りが入るんですよ、膨らみっていうのかな。で前っていう字は中心こういう風に取ってますけど、まずこちらにこれありますよね、月はすごく細くしておきます。であまり左側に怖がってねこう左に行かないでください。ここの長さがここまでって決まってるのに月がこっちまで来ちゃったらダメなんです。ここ開けておくように、ここもねここよりね出てこないように。で
こう左より右が上で左より右が下、これポイントです。左右あるもの、右の方が上から入りますが、字全体の右の下にあたるこの部分は左にあるものよりも下がりますので、これが長くなるっていうところですね。そう、それがしっかりしてると、あの形は整えます。それからこう、あのここ余白の部分もね、しっかりやってください。で、のです、小さいですよ、の。はい、大通り、はい、大きいという字はこう来て、こう左へカーブして高さを揃えて右に払います。それから通るという字、先月の課題もまた出てましたね。同じなんですけど、これまだまだ意外と多いです。右側に寄りすぎてしまう。心尿の字っていうのはそんなに場所取らないです。入れ込んでいくぐらいのイメージなので、この左側、左って言わないですね、これはね、あの真ん中狙ってっていいです。こんな感じで持ってきて、でこういう風に中心線またいで大丈夫なので、トントンですね。で、心尿もそうです、一緒なんですが、ここ点からの次のところは開けられるように離します。だから点は上なんだけど、次キュッて入る、このグッと上がる、これの始まりっていうのは結構下の方で、なんとなくこれ顔のようにも見えますけど、なんていうかな、コンパクトですよね失礼しました。これ結構コンパクト、キュッキュッキュッみたいな、こんな感じです。で、ここがすごく近いんですね。始まりは遠いですよ。ここからストーンって、こういう斜めのラインでストーンって下ろしたようなイメージです。で、上がって下がって、内側に入って止まったら横へ抜く、この動きね、一連のこの動きをよく覚えちゃうといいです。この抜く方向が下になったら、これすごくかっこ悪くなっちゃうので、横、すごく左に行こうとしてください。左に行ったら入れ替えて、ストンとまたこっちまで落としてから横へ、やや上がって見えますよね。そのぐらいな感じで強弱をつけます。ここのライン、ここのライン、それからまたここのライン来てね、かっこいい字ってこういう強弱、メリハリがすごくありますよね。こういうところをしっかり出すようにするといいですね。で、ここからリです。リ近くに持ってきましょう。でもう5、6年生このひらがなの小ささにはだんだん慣れてきたと思うんですけど、マスで書くのとは全然違って、このぐらい あの大きさに差があります。で、今リで止まっちゃいましたけどね、これね、リってこうやって書いたらそのままハに行けるといい。なんならここで止まりましょうかって感じですね。で、こう来てこのぐらいでいいですよ。うん、ほら、ここからの気脈、これすごく伝わると思いません？こういうところが大事です。こう来てこのまま歯に行ったよっていうのが分かるようにしましょうね。はい。で、そう、焦点、こう、これしっかりめに、あのね、入れて引く、立つっていう字と一緒です。ギュッと上がって、またほら、ここもしっかり立たせておいてこの点が立たないとぺちゃんこになって、ここの部分結構潰れやすくなりますので、必ず立てておくこと。それから、あ、ちょっと横幅がありすぎたかもしれない、ここ、もうちょっと開けてもよかったですね。なんとなく大きくなっちゃうんです。うん、まあいいや、こうしといてね、ちょっとやっぱ大きいね。こんな感じでこう持ってきて、焦点、はい、店という字です。これ
この辺こういう風に接続させてこう持ってくるといいです。で中心はここ左側よりこう右側をどんどん出していきたいなっていうぐらいの気持ちでも大丈夫。5、6年生ってね、あの急に大人っぽい感じに変わっ、あ、映ってるかな、ここね、そう、急に大人っぽくね感じてると思うんですよ皆さん。だからね戸惑う子も結構多いと思うんですけど、このね文字と文字、文字から文字へ行くこの流れっていうのがスムーズだとすごくスピードが速くなるのでいいことがたくさんあります。あの黒板をね写したりする時も塊ごとにこうサラサラ写せるようになるし、スピードが上がるっていうのは勉強にもねとても役立ちますね。はい、次ですよ。なーこうです。なー、はい、ストンと抜いてらに行ければ、これが一番いいですね。なーらーで、ここのつながりを感じてから B、 っていう風にこのひらがな連続はもう一気にいっちゃってください。観光客、ね、大きいですね観光客。こうでしょ、こちらの今の状態で、ここがすごく長いのが分かったと思います。1、2、3、ここ左側しっかり出してください。でここはこうですね。はい、次注目、この部分、ここの長さをしっかり出しておいて、次のここの部分は短くしておきます。ちょっと短すぎるかもしれない、もうちょっとかな、このくらいかな。ここからの1、2、3、このぐらい、こっち辺なので、本来ここね右側の作りに来た場合はこんな風にこういう風にここ飛び出すんですけど、今作りなのでここでキュッと止めてくださいね。この真ん中の線より絶対出ないようにして、はい、見るっていう字をこちらに書きます。ここ一画目をこの辺りから短めですね。上じゃないですよ、この辺。なぜならこう二画目がこういう風に来たいんです。上からこうかぶさるような感じで来たいので、ここ短めですよね。1、2、3。はい、これしっかり付け根見せます。しっかりこちらに。で開けること、光という字、あれ光書いたな、あ、3、4年生でも光が出てきてますね。真ん中に乗せてトントン、この 3点っていうかな、ここの関係、位置関係よく見てください。真ん中が一番高いけど左側しっかり立てといて、左より右が上がるようにします。はい、長めにして左へ。そう、これ3、4年生でも出てきてるんですけど、3、4年生の場合はこれマスなので結構下ぶつかっちゃうからと思ってみんな左に行けるんですけど、5、6年生はね行になったから下がねと何もないからついこう下に向かっていっちゃうんですよ。そこが注意点ですよね、やっぱね。そう、逆もまた難しいんだな。そう、この部分がきっと難しいんだと思うんですよ。書いちゃった。まず浮かん無理のこの2点目の位置、上すぎないこと。これ1点目のこれに対して上の方にあったとしたら、ここがまっすぐにしかできないので、下からちょっとこういう風に上がりたいっていう、それをこう出したいので2点目を下げる。そうそうですね、
そんなもんでいいでしょうか。あとは幅が出しすぎないこと、幅を出しすぎるとこの字すごく大きくなっちゃうので、ちょっとそこを注意しましょう。はい、のですね、のを書いて人、真ん中、ちょうど真ん中、こう払ってそのまんま行ければ一番いいです。こう来てこう、ここからのこういう感じですね。人たち、あ、また新尿の字が来てますけど、トン、あ、そうそうそう、これ右にだから寄りすぎないっていうことね。ここ出てない、やばいやばい。点を打ったらここを開けます。それからキュッ、さっきのあれですよ、あの新尿の復習ね、キュッ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 っていう感じ、こういうリズムで書きましょう。で入れ替えてストンで横んで、でにぎやかです、にぎ、あ、もうひらがなばっかりですね。やーかです。動きとしたらこういうことです。点々、あの濁点最後でもいいので、てからすっとすに行けるような感じで、だんだんこういうの見慣れていくといいですね。にからきに来ましたね。こうやってきからやに行くときこっち行ったんですよ。自然と下じゃなくて大きく左へ出てこういう動きをしました。でかやからかに行って、こうかのこの点を打って、で毛筆でよくほら跳ね返してるような感じ見ますよね。ここからこう跳ね返すような、あれあれって、ここから次の文字に行きたいからこうなってるだけですね。でに行って、てからす、全部つながってますよね。こういうひらがなの連続のこの部分は結構見られやすいとこなので、あのできればやってほしいかな。やら、こんなにやんなくていいんですよ。つなげなくていいので、あのちょっと濁点を最後に書こうかなっていう風にしてみるとか、このつながりを切らないようにちょっと書いてみようかなっていうぐらいな感じで、あのチャレンジしてみるとちょっとずつ分かってくると思います、そのつながりっていうところ、ね、そうするとね、ちょっと大人っぽい字に憧れも出てくる時期じゃないですかね。小学5年生で、はい、できました。はい、では今月も頑張ってください。失礼します。